さあやっていきましょう。もうパート何本かよくわからん。ひたすら戦い続けております。ガッツとかしたアザラシがもうひたすらこのベルフセルク実況では。こっちか、これあの RTA とかできそうだね。こっちは、まあ、道間違えたんじゃないかな。このガインってこう狭いところでドラゴン殺しが壁に厚く頭を当たって反射しちゃうから、それだけ注意。あ、これだ。誰？いや別に誰というわけでもないか。こっちか。あ、行けた。行けるとこまで行ってみよう。倒す意味はないんだよな、特に。アイテムとか出る、アイテムが出るならって感じだけど、死んじゃう。死ね。なんかあそこにアイテムありそうなんで、ありそうに見えるんだけど、気のせいか。気のせいか。なんかここにさ、壺みたいなのがあるのか、奥に壺があるように見えた。違った。もうやめないか。もうやめないか。なぜ俺は戦ってるんだ。戦う理由なんか何もないじゃないか。あ、肩がついた。ひたすら戦うな。ひたすら戦うな。ダイナマイトデカかよ。だんだん楽しくなってきた。だんだん楽しくなってきた。もうただただいるもんね。ただただ戦うためだけに通路にいるもんな。バイオハザードより怖いや。剣振り回すバイオハザードとして作られ、剣振り回すバイオハザードとして作られたゲームなんじゃないだろうこれは。バイオハザードでももう少しなんか探索とかすると思うんだけど、あのゾンビのいないシーンとかあると思うんだけど、これに関このベルセルクに関しては、もう歩いてるところはもう全部戦うところだからな。戦うところ以外なしという。普通に歩けるときはもうない。常に戦闘態勢で。戦わなくていけないのかな。この人たちもマンゴドラゴラがの核がなくなればおそらく正気の人間に戻るわけだからさ、むやみに戦わなくていいと思うんですけど。うわ、びっくりした。怖っ。でスルーしていっていいですか。道ないんだよな。道がないんだよな。こっちかな。こっちでした。だからこちらの方のものスタミナもあまりないので、体力もないので、またここら辺のどこかでコンティニューですな。攻め、殴り屋だよ。人は多いし、ここ通れねえし。
マンドラゴラ好きに関しては、あの、声上げて死なないから、あんまり。多分声上げて死んでないのかな。あ、死んでるわ。声上げて死なないから、倒したかどうかは分からんって言おうと思ったんだけど、一応声上げてます。いつ倒れてるか分からん。けど、ピーユが死んだったりじゃん。うわぁ、びっくり。これか。いいですかね。あんたら兵士、兵士もさ、知ったら疑問に思うや、この状況をさ。兵士の方々も。おかしいって。戦う意味ないよ。ガッツの方としても別にそんな、ただキャスカーに、キャスカ取り戻そうとしてるだけなんだからさ、兵士の方々もちょっと気づいて、これ本当にやる必要あんのかな、戦う必要あんのかなって気づいてほしいな。僕の気持ちじゃない。いける？いけない？どうなった？暗くて見えない。あダメだダメだいや、あっちだよね。クブクリン、あっちだよね。クブクリン、こっちだよね。あ、いけた。おお、死ぬしかないよ。申し訳ないが死ぬしかない。おーし、終わりだ。一応コンティニューしてもそこから繋がるのはいいね。いいかどうかわからん。あまりに死にすぎてるかもしれない。この爆弾も使い放題です。コンティニューしてもいいとわかれば。もう戦いたくないよ。もう戦いたくない。ああ、これなんか。やったー。初めてだな、あんな何も敵の湧いてないところ。やらんでいいだろう。今の間に合ったです。やらんでいいと思うんだ。本当に本当にやめないか。兵士の人たちもちょっと考えて、これをこの無益な争いをする必要がどこにあるのか。命を落とすんだぞ。自分の命が一番大事だろ。あんなじいさんの命令のためにさ、自分の命を賭して戦うほどのことはねえよ。仲間になろう。手を取り合おう。ただこの斧野郎はだけは許さん。行くしかないのか。ここで決着をつけてやります。そうか、かかれつける気もないぞこっちは別に。こっちはスタミナゲージだけなら、回復アイテムもあるしスタミナゲージだけなら山ほど。多分あのじじい倒さないとここにもないよな。あれ、もういない。あれこいつ本当に、ああ
総合役でした。あのこの斧を野郎だけはさ、動き止まるんだよ、回し出したら、分回し始めたら。その間他のやつらにもやられるしさ、ちょっと考えてほしい、いろんなことを考えてほしい。ええか、これでもジジイ弱えな。そしてあ、まだ生きてるわ。防眼ジジイ、あ、結構しぶとい。あれ倒さんと多分ダメだと思うんだ。これでもいいんじゃないか。あ、まだいる。あれ倒す、倒したよね、倒せましたよ。あ、まだいる、倒してない。倒したんじゃないか、さすがに。倒したっぽいよね。もういいでしょ、戦わなくていいよ。君ら解散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 、もう行こう、もう行こう。もう君らが戦う理由は何なんだ。もう頭は潰したぞ。雲かよ、幻影旅団か。この卑怯な斧野郎、斧っていうかな、グングニールとかっていう。こいつだけは許さん、本当に許さん、こいつだけは。ああ、終わらんな、付き合ってやるよ。もうこれはね、本当に大変なゲームですね。一般人にはあまりおすすめできないわ。ベルセルク好きの人にはおすすめできるかもしれない。なんつうか、まあ一回だけでいいしな、おそらく。苦戦しながらも戻ったか。何が、あ、ガッツが戻ったことを言うと。どうしてここに、どうしてって言われたら、もうてめえ、キャスカーどうした、敷地内を歩いてました。これは取引だ、手ぶらでは商談には応じられぬ。もっとも、もはや手遅れたがな。何、お前の願いは叶えられぬ。そして私の望み、一つだけ聞かせて。昔はメイ君って言われてたあんたが、メイ君、どうして。若き日の私は領民を守るため、病弱な愛しき妻を守るために戦った。はあ、幾度死地に赴こうと、この身からどれほどの血を大地に注ごうと、昼にはしなかった。そんなに上の人間は血を注がないと思うけど、守るべき民が、血を流さんと思うけど。愛する者がいた、何も恐れはしなかった。飛ばすことはできません、この話。生きると信じていた。だが少しずつ、まるで雪が積もるように、少しずつそれは積もって言い訳はええ、のしかかってきた。言い訳はええ、とりあえず今の状況をどうにかいい方向に改善していこうや。積年だ、積年、娘よ。今はまだわかるまい、果てしなく続く戦、荒れ果てていく領地、疲弊する民、治る見込みのない妻、すべては重くくすんでいく。別に妻は期待は苛立ちに変わり、愛は重荷に。もう少しクレバーに、全てのクレバーというか、もう少し楽に考えてさ、そんな日々の中で日本の王室というか徳川家みたいな感じでさ、
内出動いっぱい流したちの量だけが私を奮起させいれば、そんなになんかこう制裁以外にもね、性質以外にもたくさんいれば、なんか一人でそんなにこう狂うってことないんじゃないかと逆に思ってくるんだけど、逆にね、王様クラスになってくる。これまでのようだな。ただ領民を虐げるぐらいなら。この子は、この子はどうなるのさ。あんたの娘だろ。実は娘じゃないんじゃない。この子じゃダメなの？あんたの生きがいにはならないの？娘ではない。それは。それは姉とは。妻そのものなのだ。我が妻だ。やはり。しない。私が誰なのかも。これは核から抽出した薬だ。あらゆる病に効くと言われているこの薬を私は妻に与え続けた。ほう。薬は確かにアネットの体から病を消し去った。うん、しかし消えてしまったのはそれだけではなかった。記憶も消えてしまった。全ての記憶と私と歩む時間さえ奪い去ってしまったのだ。別に歩めばいいんじゃないか。これから過去なんてどうでもいいだろう。これからが大事であってさ。彼女はこの先も永遠にわらべのまま微笑み続けるであろう。別にそれでも愛せばいいと思うんだけど、何か何がそんなに俺には分からないわ。何がそんなに狂わせるのか。別にそれはね、妻に変わりないんだったら別に。え、所詮は血塗られし道よ。何がしたいんだよこの王様。どうありたいんだよ。何この王様は何がしたいんですかね。俺には理解できないです。戦うのか。やはりそして戦うのか。あー強いなこりゃ。ゾットってやつよりも強いのかな。あーなんかもうな、振り回し方からしても強いな。やれるだけのことはしてみるつもりだが、やれるだけの戦いをしてみよう。しかしまあ多分勝てない。暗くなると一層どこにいるかわからないね。ああ謎の投げが早いな。早くて目で追うのが精一杯。勝ち目なし。あともう一個回復ゲージがあればもしかしたらあるいはって感じかな。ゾットほどは強くないような気がする。動きは速いけど当たらないけど、投げがないもん。やりやすいかな。うん、やられました。次のパートで倒します。